ちょっとここ難しいんじゃないかなと思う。オッケー。これ先行超有利賞。AJ ユナイテッドサッカードッキリやっていきましょう。今回はどんなサッカードッキリをしていくかというと、今から企画を2本取るんですが、企画中に俺はサッカーユニフォームを何着着替えることができるのか、着替えることができるのかではなく、その着替えてバレないことが何着までできるのかっていうチャレンジをしていこうかと思います。いや俺的には最終的に気づかず終わると思うんですが、なんと今回ユニフォーム10着用意してます。まあ多分動画の最後でご紹介すると思うので、ぜひ最後まで見ていってください。それではドッキリスタート。さて、バルセロナビーチボール。いきますか。神コース対決は、はい、そう結構ボールがねカーブとか不規則なんで、ちょっとここ難しいんじゃないかなと思う。オッケー、いきましょう。でもあれだよな、こっち側にやる感じだよね。よいしょ。ただ高さだけ出そうかな。椅子に。バカでけえアリーヌんだけど。マジで。マジで。うん。よし。じゃ角度とかもオッケーだね。いいね、このままで。あ。よし。あれ。で。あ、こっちで。うん。これ先行超有利賞。ちょっとこれマジで近いからね。え、これ順番に蹴ってても入れた方がみたいな感じ。お、生き返りました。あ、はいはいはい、ここでもいい。多分そんな広くなくていいと思うよ。みたいな感じで、はいはい、ここにこれか白。そうだね。はい、ということで、はい、続いてが、サッカーテニス対決なんですけども、はい、うわ、これきついじゃん。63人いて、うん、その中の5人。てか、ちょっと待って。何人か。へい。何すか。ユニフォーム。だってさっきあなたも、あの、赤いやつだったもん。じゃ、おかしいなと思ったんだよ。録画を一回切ったのに。戻ってきたらまた録画されてて、え、いつから、え、じゃあいつからかは分かんない。じゃあさっきの、はい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 、なんかモップがもう一個の企画やってる時から何枚か変えられてんのかと思った。5枚目です。え、5枚。ちょっと待って、俺その2枚しか分かんないんだけど。入ってない。うわー、よかった、なんとか勝ったぜ。どんぐらい。4球目だよね。だから12回。
さっき5枚って言ったんですけど、実は10枚持ってきてまして。え、あ、1着目、これ1着目、これ着てたわ、はい、2着目、日本代表、え、これ見覚えない。え、どこ。3着目、チェルシー、青から青へ移動です。4着目、ちょっとここが鍵に出たんですけど、本当はこちらバルセロナの、まあちょっと青入ってるから赤への寄せができるんじゃないかと思ってこっち行こうとしたんですけど、赤ゾーンへ突入すると、いやここ行ったらもうこっちに寄せていけるんじゃないかなと。で、なるほどね、エスパが行けるんだったらこれが行けるんじゃないかな、これが行けるんだったらこれが行けるんじゃないかなと、だん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 だけど、こっからここは分かんないかも、ね、で、この本当に赤と黄色こっちに寄せていくと、はい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 、で、最後全く違う色の、全く違うね、黒から白へのチャレンジだったんですよ、今回。カメラがなかったら本当に気づいてなかったわ。多分10行かれた可能性ある。黒から白行ってた。